これ、お父さんが書いた遺言状よ。え？私も夫も驚いた。実は生前にお父さんから預かってたの。それじゃ何て書いてあるか読むね。遺産についてだが、これから子供が生まれてお金が必要になる娘に全財産を譲るって書いてあるわ。あらら、なんだか申し訳ないな。私の名前は舞、40歳の会社員。夫の正人とは結婚して15年目になる。私たちは子供がおらず、長年夫婦二人で暮らしていた。そんな中、義父が突然病で倒れ入院することに。しばらく療養して退院はしたものの、要経過観察の状態。義両親はどちらもすでに高齢なので、かなり心配だ。今は父さんも母さんも年金がもらえてそれで生活できてるけど、病気が再発したら治療費もかかる。だからいろいろとサポートできるように父さんたちと一緒に暮らしたいんだけど、どうかな。そうね、お母さんたちには孫の顔を見せられていないのに、よくしてもらってるし、恩返しの意味も込めて同居しましょう。こうして私たちは義実家にて義両親と同居をすることになった。これからよろしくお願いします。二人とも迷惑をかけてすまんな。本当に助かるわ。こちらこそよろしくね。義両親は二人とも温厚な方たちで、同居生活はとても平和だった。義父も体調がだいぶ良くなったのか、元気に動いている。最近は義母と二人で外に散歩に出たりしているので、このまま元気な状態で長生きしてほしいなと思う。私たちの同居生活はこのようにうまくいっていたのだが、一つだけ私は心配していることがあった。それはユカという義妹の存在だ。義妹は30代後半の独身。今は一人暮らしをしているが、2年ほど前までは実家暮らしだった。義妹は専門学校を卒業後、一度は美容師になるもののすぐに退職し、それからはずっとフリーター生活を送っている。私は義実家を訪ねた時くらいしか義妹と会うことがなかったのだが、義両親は義妹に対してとても甘いというのは昔から感じていた。義妹は私より2歳年下で、夫とは5歳差。義妹は義両親にとってもうできると思っていなかったタイミングで生まれてきた娘だった。そのため義両親はまるで孫のように義妹のことを甘やかして育ててきてしまった。実際、私がまだ夫と二人暮らしで義実家を訪ねた時も、義両親の義妹への態度は幼稚園児の孫を相手にしているような感じだった。ゆか、ケーキを買ってきたよ。好きなものをお食べ。ゆか、この前言ってたバッグ買ってきたわよ。何？お金に困ってるのか。それなら父さんが援助してやろう。義両親のことは大好きだが、すでにいい年になっている娘をここまで甘やかしてしまっていることについては、私は少し複雑な気持ちだった。実際、義妹は甘やかされて育ったせいか、わがままな性格だった。昔、私と夫がディズニーランドに行く計画を立てていた時、義妹は勝手についてきて、自分はあれが乗りたいだの、これが乗りたいだのと好き勝手に言っていた。そして私に対してはあれが食べたいから買ってきてなど命令してきたし、しかも入場料から飲食代に至るまで義妹は1円たりとも払わなかったのだ。そんな苦い経験があるため、義妹のことは要注意だなと感じていた。それは夫も同じように思っていたようで、むしろ子供の頃からそういった経験が多い分、夫の方が義妹のことを警戒していた。そんな中、私たちと義両親との同居生活が始まってから2年が経った時に、義妹が婚約者を連れて義実家を訪ねてきた。まさかあの義妹が結婚だなんて。義両親は可愛い娘がやっと結婚すると知ってとても喜んでいた。夫もこれで親に迷惑をかけずにおとなしくしてくれるとほっと安心している様子だった。だが私だけは
この事態を深刻に捉えていた。その原因は義妹が連れてきていた婚約者だ。私はこの男を知っている。まだ私が夫と出会う前、20年ほど前に私はこの男と付き合っていたことがある。20年の時を経て、見た目の雰囲気などは変わってはいるけど、確かにそうだ。向こうは私のことは全く覚えていない様子だった。きっと大勢の元カノの中の一人だったというわけだろう。お母さん、お父さん、はじめまして、ひろきと言います。優しそうな口調で誠実さをアピールして、相手の懐に入り込むのがこの男の得意技だが、内面は欲にまみれたどす黒い男だ。当時就職したばかりの私は彼のせいで生活が苦しかったと言っても過言ではない。彼は女性を金づるのようにしか思っていないクズだ。私は恋愛経験不足で男を見る目が育っていなかったので、しばらくこの男に騙されていた。優しく甘い言葉に踊らされ、気づけばお金をたかられている。目が覚めた頃にはかなりの額を貢いでしまっていて、返してもらおうとすると突然目の前から姿を消してしまうのだ。騙された私も悪いが、今になって思い返しても、あれは詐欺の一つに加えてもある程度共感を得られるんじゃないかなと思う。ひろきとは職場で出会って意気投合しちゃって、それで結婚に至ったの。そうかい、ゆかが幸せになれてよかったよ。それでね、まだ報告することがあって、私彼との子を妊娠したの。え、妊娠？義妹が？私たちは皆目を見開いて驚いた。妊娠って、ゆか、お前もう40歳だろ。高齢出産はリスクも高いし、大丈夫なの？義両親は喜びというよりも心配の方が勝っているようだ。心配いらないよ。私は至って健康だし。僕もできる限りゆかさんをサポートしますから。それならいいんだけど。だがここで義妹は驚きの発言をした。だけどね、子供ができるとなると、お金のこととかいろいろ大変になるでしょ。だから私たち、お母さんたちと同居したいの。なるほど、これが本当の目的か。結局義両親の援助を期待しているってわけか。お父さんが体調を崩しているのも心配だったし、私たちも二人で子供を養っていけるか心配なの。お父さんとお母さんの世話は私がするから、子育てに関することの援助をしてほしいの。義両親は義妹に突然そんなことを言われて驚いていたが、甘やかして娘からの世話をしたいという発言に心が揺すり動いている様子だった。夫はまた始まったと言わんばかりに、俺たちが同居してるのにお前たちまで来るスペースはないぞと横から口を挟んだ。だが義妹は一歩も引かなかった。だったら私たちが実家に住むから出て行ってよ。子供がいないお兄ちゃんたちなら、引っ越して二人で住む余裕はいくらでもあるでしょ。まあそれはそうだけど、お前本当に母さんたちの世話をするって約束できるのか？将来的には家事だって自分でしなくちゃいけなくなるんだぞ。私のことをなめないでよ。それくらいわかってるわよ。そうか。夫はまだ何か言いたそうにしていたが、義両親が義妹と暮らしたがっているのを肌で感じたようで、おとなしく身を引くことにしたようだ。舞さん、マサト、ごめんね。今まで一緒に暮らしてお世話してくれてたのに。いいんですよ、気にしないでください。何かあったらすぐに駆けつけるから連絡くれよ。ああ、わかった、ありがとう。こうして私たちは義実家を出て、再び二人で暮らし始めた。そして入れ替わるように義妹とひろきが義実家に移り住んだ。私は夫にひろきについて相談した。ねえ、あのゆかちゃんの婚約者のことだけど。あ、ひろきさんだっけ？どうかしたの？あの人、
私の元彼なの。向こうは気づいていないみたいだったけど。へえ、そうなんだ。世間ってやっぱ狭いんだな。いや、話したいのはそこじゃなくてね。あの男、女を金づるとしか見ないような最低な男なのよ。え？だからゆかちゃんと何か企んでるんじゃないかと思って、お母さんたちが何か巻き込まれないか心配なの。そうか。夫も心配になったようで、私たちはひろきについて調べることにし、更新書に調査を依頼した。それから2ヶ月ほどが経った頃、義父が病によって急死してしまった。もともと体調が良くなかったとはいえ、あまりに突然のことでショックだった。葬儀の席で義母は悲しみのあまりずっと泣きじゃくっていた。優しかった義父ともっとお話ししたかったのに、私もとても悲しくて涙せずにはいられなかった。そして葬儀が終わり、義実家へ戻った。母さん、大丈夫か？お父さん。夫が義母の背中をさする。私はみんなの分のお茶を入れようと台所へ向かった。そんな中、義妹夫婦が話があると言って私たちを居間に呼んだ。ちょっといい？一体なんだよ。これ見てちょうだい。なんだそれ？義妹が持っているのは封筒だった。これお父さんが書いた遺言状よ。え？私も夫も驚いた。実は生前にお父さんから預かってたの。それまで泣いていた義母もいつの間にと言って驚いていた。それじゃ、なんて書いてあるか読むね。遺産についてだが、これから子供が生まれてお金が必要になる娘に全財産を譲るって書いてあるわ。あらら、なんだか申し訳ないな。お父さんは私のこととても心配してくれてたからね。これから生まれてくる子供のためにもありがたく使わせてもらうわ。そう言ってニタニタと笑う義妹夫婦。葬儀が終わったばかりだというのに、義父の死よりも金のことかよ。お兄ちゃんもお母さんもごめんね。遺産もらえなくなっちゃって。夫と義母は目を丸くして義妹のことを見ている。そんな時、インターホンが鳴った。もう誰？こんな時に。私が出るわ。ベストなタイミングで来てくれた。どうぞお入りください。今お茶を用意しますね。あ、いえお構いなく。今に現れたのはスーツ姿の男性。義妹夫婦はいぶかしげな顔で男性を見ている。ねえ、誰なのこの人？弁護士さんよ。弁護士？どうしてここに？お父様から遺言を預かっていたので、そちらをご家族の方にご確認いただくために参りました。一瞬で表情が曇る義妹夫婦。嘘だろ？どうやら義父が遺言状を残しているとは思っていなかったらしい。弁護士はカバンから義父の作成した公正証書遺言を取り出した。その内容は、遺産について義妹には最低限の遺留分のみを相続させ、残りは義母と夫に分けて渡すというもの。義妹が持っている遺言とは全く違う内容だ。つまり義妹夫婦は遺言状を偽造していたことになる。そんなどうして？本物の遺言状が存在することを知って、義妹夫婦は顔を青くしていた。実は私たちが更新書に調査を依頼した結果、ひろきも義妹も既婚者と不倫をしていたことが判明。二人は同じ職場にいて仲も良かったそうで、お互い慰謝料を請求されていることを知り、二人で支払いから逃げるために義実家に駆け込んだそうだ。しかも義妹の妊娠も義実家に住むための嘘だったようだ。おそらくもう少し経ったら流産してしまったなどと嘘をついて同情を買う予定だったんだろうな。私たちはこの調査結果を義父が亡くなる前に義両親に報告していた。
義父も義母も義妹が妊娠したと嘘をついていたことが分かり、かなりショックを受けていた。そしてようやく目が覚めたようだ。私たちは何かあった時に義母の生活が保障されるように正式な遺言状を作成しておくことを義父に勧めた。万が一のことを思って提案したのだが、まさか本当にその万が一が起こるとは。今回のことで義妹は義母からの信頼をすっかり失い、絶縁を言い渡された。だが義妹がその程度のことで義実家から出ていくとは思っていなかったので、義母は私たちの家に来て同居を始め、義実家を売り払った。義妹夫婦は強制退去となり、慌てて安いアパートへと移り住んだ。だがまだ私たちの制裁は終わっていない。夫は義妹を心配するふりをして、引っ越し先の住所を手に入れた。そしてその情報を義妹と弘樹のそれぞれの不倫相手のパートナーに提供。居場所を突き止められ、義妹夫婦は再び慰謝料を請求されることに。しかも義妹は遺言状を偽造したことで、遺留分すらもらえなくなっていた。そのため慰謝料を一括で支払う金がなく、分割で支払う羽目に。私たちはすでに義妹の連絡先を着信拒否にしているので、その後の二人がどうなったかは知らないが、おそらく借金まみれでひどいことになっているだろう。本当にいい気味だ。一方、私たちは義母と同居するには今のマンションの部屋は狭いと感じ、これを機に一軒家を建てた。現在は広くて綺麗な新居で3人仲良くとても幸せに暮らしている。遺言状を偽造だなんて、そんなすぐにバレるようなことをどうしてやってしまうのですかね。そんなことしなければ、遺留分で不倫の慰謝料を支払えたかもしれないのに。義妹がこんな人間になってしまったのは、甘やかされて育ったからだという意見もあるかもしれませんが、同じように愛情をたっぷりと注がれて真っ当な人間に育つ人もいます。なので結局は義妹自身の問題でしょう。何たって弘樹のような男と慰謝料から逃れるために結託するような人ですから。それにしても主夫婦はナイスでしたね。義妹の嘘を見破り義母の生活を守ったのですから。これからも新居で3人仲良くお幸せに日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では、次のお話でお会いしましょう。